カです。アリアです。ピンクラテティー ビー始まるよ。イエーイ。今回はピンクラテの新作紹介をしていきたいと思います。はい、それでは早速紹介していきます。まず一つ目はババン、このワンピースです。かわいい、スポーティーなね、フードがついてるワンピースです。こちらのワンピースは、はい、発売されてますよ。これはとっても可愛くて着やすいです。はい、次ババン、ヘアバンドです。ギンガムチェックですね。で、ここがデニムで可愛い、可愛い。次は何にでも合うこのイヤリング。あ、白ハート型の、めっちゃ可愛い。夏にね、いっぱい使えると思います。じゃあ、はい、次はこの靴下、シースルーのところがね、可愛いね。可愛いですね、赤い靴下。はい、続いてはこちらの緑色のワンピースです。めっちゃ可愛いね、双子コーデだね。可愛い。続いてはこちらのいっぱい書いてて可愛いロゴのね、可愛いガチャベルトです。シャキーン。続いて黄色い靴下、さっきと色違い。はい、じゃあ今から私はこのワンピース、じゃあ私はこれとこれ、この組み合わせでちょっと今から着替えたいと思います。着替えたいと思います。では行ってきます。行ってきます。着替え終わりました。着替え終わりました。どうですか、どうですか、似合ってますか。じゃあ全身を見せますか。そうですね、こんな感じです。こんな感じです。2人の双子コーデのポイントはですね、人気の切り替えデザインが可愛いと思います。スポーティーですごい可愛いなって思います。前と後ろが色が違くて、こことても可愛いと思います。ここでも切り替え、めっちゃ可愛い。色が赤とグリーンとかで夏も着れるけど秋の最初の方までもまあ着れるよみたいな感じだと思います。はい、双子コーデなんで夏休みとか友達とかで双子コーデしてみて、そうそう、レッツゴーって行っちゃってください。あとクリームボーのこのガチャベルトがめっちゃ可愛いです。このロゴが一周ガチャベルトでスタイルそうそうアップして、そう、さらって1枚だけだから小物でもあるのがいいと思います。イヤリングとかね、靴下も色違いでスポーティーで可愛いです。この夏の新作、これはね、買いたい。お母さんに頼むの、うん、私も頼む、可愛すぎる。こんな感じです。そうですね、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。